時は天明7年、先の日の輪の国での大乱と時を同じくして老中田沼意次が失脚、新たに老中の任についた松平定信により官制の改革が執り行われた。しかし各地の飢饉や大火、打ち壊しによる混乱は消滅を極め、悪鬼邪気ともいえる暗雲は今や日の本全土を大湾としていた。一方、己が気の向くまま各地を巡り歩いていた覇王丸は、世の混迷の機運に逆らうかのごとく怪盗乱魔を断つ諸国の猛者たちの幾多もの武勇伝を耳にする。己もまた一介の剣客として諸国の名だたる剣豪と刃を交えるべく、覇王丸は愛刀不愚毒を手に戦いの渦中へと身を投じるのであった。時は天明7年、先の日の輪の国での大乱と時を同じくして老中田沼意次が失脚、新たに老中の任についた松平定信により官制の改革が執り行われた。しかし各地の飢饉や大火、打ち壊しによる混乱は消滅を極め、悪鬼邪気ともいえる暗雲は今や日の本全土を大湾としていた。一方、この機運に反応するかのように森に住まう動物もまた平静を失い、蝦夷の広大な大地の端々で異変の兆候が見られ始めていた。邪悪なる気配を感じ取ったナコルルは、巫女として大自然を守るべく宝刀地中紙をその手に握り、カムイコタンの地を後にするのであった。時は天明7年、先の日の輪の国での大乱と時を同じくして老中田沼意次が失脚、新たに老中の任についた松平定信により官制の改革が執り行われた。しかし各地の飢饉や大火、打ち壊しによる混乱は消滅を極め、悪鬼邪気ともいえる暗雲は今や日の本全土を大湾としていた。日の本各地で悪化する貧富の差を憂う鞍馬やシャマルは、義賊カラス天狗として洛中を暗躍する日々を送っていた。とある折、ポンセの混迷の原因が邪悪なる力によるものだと気づき、災禍と邪気に苦しむ民を救うため鞍馬やシャマルは人知れず旅立つのであった。時は天明7年、先の日の輪の国での大乱と時を同じくして老中田沼意次が失脚、新たに老中の任についた松平定信により官制の改革が執り行われた。しかし各地の飢饉や大火、打ち壊しによる混乱は消滅を極め、悪鬼邪気ともいえる暗雲は今や日の本全土を大湾としていた。江戸に広がる騒乱を前に、千両京四郎は己が歌舞伎の未熟さを痛感していた。さらに己が芸と技を極め、民草の心を蝕む混迷の機運を晴らすべく
千両京四郎は興行を一座の者に任せ諸国を回る旅に出るのであった。時は天明七年、先の日の輪の国での大乱と時を同じくして老中田沼意次が失脚、新たに老中の任についた松平定信により官制の改革が執り行われた。しかし各地の飢饉や大火、打ち壊しによる混乱は消滅を極め、悪鬼邪気ともいえる暗雲は今や日の本全土を大湾としていた。思い人小田切慶に捧げる究極の花を探す旅の最中にいた立花右京は、写し世と隔離王が交わる場所に幻の花が咲くという噂を耳にする。それこそが己の求める究極の花であるかもしれない。彼は幾幕の希望を抱え見果てぬ場所へ旅立つのであった。時は天明七年、先の日の輪の国での大乱と時を同じくして老中田沼意次が失脚、新たに老中の任についた松平定信により官制の改革が執り行われた。しかし各地の飢饉や大火、打ち壊しによる混乱は消滅を極め、悪鬼邪気ともいえる暗雲は今や日の本全土を大湾としていた。悪人を退治しながら日の本中を考慮していたガルフォードは、この機運に呼応するかのように各地の闘争や悪事が悪化の一途をたどっていることに気づく。正義の忍者として世に平和を取り戻すべく、ガルフォードは愛犬パピーと共に動乱の渦中へと飛び込んでいくのであった。時は天明七年、先の日の輪の国での大乱と時を同じくして老中田沼意次が失脚、新たに老中の任についた松平定信により官制の改革が執り行われた。しかし各地の飢饉や大火、打ち壊しによる混乱は消滅を極め、悪鬼邪気ともいえる暗雲は今や日の本全土を大湾としていた。幕府の指揮のもと邪悪なる何者かの意志が機運の広がりを助長していることが突き止められる。公儀隠密柳生十兵衛はこたびの騒動の原因究明、元凶となる存在の排除の任を命じられ、騒乱の渦中へと身を投じるのであった。時は天明七年、先の日の輪の国での大乱と時を同じくして老中田沼意次が失脚、新たに老中の任についた松平定信により官制の改革が執り行われた。しかし各地の飢饉や大火、
打ち壊しによる混乱は消滅を極め、悪鬼邪気ともいえる暗雲は今や日の本全土を大湾としていた。盗まれた村の宝珠を探し、世界各国を放浪しているグリーンヘルの勇者タムタムは、横島な気配が海を隔てた遥か東に潜んでいることに気づく。混沌と渦巻く邪気の中に宝珠パレンケストーンが放つかすかな波動を感じ取り、タムタムは大海原へと旅立つのであった。時は天明七年、先の日の輪の国での大乱と時を同じくして老中田沼意次が失脚、新たに老中の任についた松平定信により官制の改革が執り行われた。しかし各地の飢饉や大火、打ち壊しによる混乱は消滅を極め、悪鬼邪気ともいえる暗雲は今や日の本全土を大湾としていた。幕府の指揮のもと、邪悪なる何者かの意志が気分の広がりを助長していることが突き止められる。この事態の原因究明並びに元凶の排除の任を与えられた服部半蔵は、配下の忍びたちを諸国へと送る。自身もまた伊賀から離れ騒乱の最中へと身を投じるのであった。